自分の予想をしていこうと思います。はい。いや、自分はね、まあ、自分は別にそんな、こう、ブリットさんというか、多分、キシン君ほどもちゃんと、その、市場の流れとか見てないですけど、まあ、すごい大きな視点だけでちょっと考えて、なんかこうだろうなってことで説明をしていきます。ビットコインに関して後半自分がこう予想しているのは、まず一個、中国のまあ、マイニングがシャットダウンされたことで、ハッシュレートが落ちてて、まあ、それもあって、なんか価格が軟調みたいなところもあると思うんですけど、ハッシュレートめちゃくちゃ下がってて、今ちょっと見せますね。ちょっと待ってください。まあ、せっかくなので、軽く見せますけど、まあ、これかな。はい。出てますかね。まあ、これ見たらわかる通り、結構すごいえぐい落とし方してるんですよね。直近。で、まあ、ちょっとリバウンドしてるじゃないですか。まあ、で、このリバウンドはあれですけど、まあでも下がってきていて、すごく。これはまあ単純に中国のまあマイナーがシャットダウンをして引っ越しを開始してるってことで、これ前回も話しましたけど、これ完全にそのハッシュパワーがなくなったわけじゃなくて、今引っ越し中って感じなので、これ下がったハッシュパワーは多分まあ2、3ヶ月後くらいにはまあ結構回復していて、そうするとまあなんとなく市場のファンダメンタル的にも、ああ、ハッシュレート戻ってきた、そろそろ強気なんじゃないかみたいな感じで、割とそこら辺で価格もこう戻ってくるみたいなのをまず直近では若干想定してますと。で、大きな視点で言うと、これもこういう視点で話してる人いましたけど、まあアメリカがなんだかんだやっぱり、まあマクロ動向すごい重要で、アメリカがこう市場の動向を決めちゃってるようなところがあるんですけど、まあインフレがね、想像以上にインフレ率高いって話があったんですけど、ブリットさんが言ってた通り、自分はもうちょっと踊り続けるだろうと思ってるんですよ。テーパリングとかもなんか匂わせ始めてはいますけど、そんな今年の9月にやりますが、そういう話じゃないと思うんで、まあ、やばいんじゃないか、やばいんじゃないかと言いつつ、まだまだこう、今年後半は、マクロ経済的にはこう、踊り続ける気が続くんじゃないかなと思っていて、そうするとそれはまあ価格が一気にビットコインとかに関しても下がるっていうふうにはならないんじゃないのかなということで、基本的には自分は上目線だから考えてますね、その点では。で、もう一個が、途中でちょっと話しましたけど、エルサルバドルの件ですね。これ今はそんなにまあ大した一部のビットコイナーが騒いでるくらいで、市場全体の影響ってどれくらいあるのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあただ9月に正式に法定通貨化されるってことで、やっぱその前後に結構やっぱり注目が集まったりとか、他の国も検討してますとか、ブラジルもなんかそういうのを考えてますとか、まあ中南米系ですね。そういうのが結構出てくると思うんですよね、ニュースとして。で、それはまあ実際どうなるか別として、マイクロストラテジーがビットコインを買いましたってところから、スクウェアが続いた。まあ、そしてまあ今年入ってから、まあテスラが続いたみたいになったんですけど、やっぱこういう流れは今年の後半にかけてあると思うんで、それはポジティブ材料になると思うんですよね。それはやっぱ底上げになると思うんで、基本的に自分は後半、まあまだ、強いままでビットコイン推移するだろうなとは思ってます。あとはまあチタンの話、ブリッツさんしてくれましたけど、まあやっぱまだあるとか死にきってないんですよね。その草みたいな、芝コインみたいな。柴犬みたいなのが死んでないんで、まあもうちょっと行くでしょうというところで、後半自分はそんなにこう悲観はしてないです。ただ同時に年末までそのすごい強い相場が持つかって言われるとちょっとよくわかんないですけど、これも本当に勘レベルの話になりますけど、年末までは持たないでどっかで折れるんだろうなと。ただ自分はオールタイムハイはなんとなくそれでも今年後半更新するんじゃないのかなと。思っていて、それはなんかそのさっきキシン君が検索のまあ、が落ちてきてるって話をしてくれたんですけど、同時に検索が2017年と比べて全然まだあれほど行ってないんですよね。まあ、まだなんかこれから人が入ってくる余地がまだ残されてるという見方もできる気がしていて、あとはまあアメリカの著名な投資家とかもいよいよこれからビットコインに対してこう強気な、まあメキシコの今日あれありましたね、メキシコの富豪がビットコイン買うみたいな、ああいうのもまだ残ってるんで、まあ玉が残ってるという点ではあと数ヶ月から数ヶ月間は強気で、やっぱオールタイムハイをちょっと超えて、ちょっと1000万とかそういうレベルを意識するんじゃないのかなっていうのが自分の後半の見方ですね。で、もちろんその後知りますけど、それはでも今年中に起こるのかわかんないですけど、ビットコインは多分、すごい下がってきて、あるとは、ビットコインが仮に60、70%くらい下がるんだったら、もうあるとは90%以上下がるみたいなのが来て、まあまたちょっとリセットでやり直しみたいな感じかなというのを予想してます。それっぽいでしょ。それっぽいですね。それっぽい。こういうの説明しても当たらないんだけど、それっぽさはある、自分でも。
それっぽさは醸し出すだかなと思います。はい。なので、一応自分の予想として言っておきます。あと、アルトについてなんですけど、主なところでは、あと、ビットコインに関してもう一点言い忘れてたのが、まあ、エルサルバドルの件なんですけど、後半にかけて、今までのナラティブって、デジタルゴールドみたいな話がやっぱ強くて、それが結構やっぱり市場 の, あの投資家の関心を集めてたのが、エルサルバドルの件もあって、多分少しずつ、支払い手段としてのビットコイン、決済手段としてのビットコインどうなんだって話が増えていくと思います。で、それでエルサルバドルとかでなんかすごい使われてるとか、そういうニュースとかそういうのが結構出てくると、割とそれはコミュニティ全体のこう、まあ、センチメントにもいい影響が出ると思いますし、あ、ビットコインまだまだそのポテンシャルがあると、決済手段としても。デジタルゴールドだけじゃなくて、他の側面からも、これ、このアセットは魅力あるよね、みたいな話になると、それもプラスになるんじゃないのかなとは思ってます。まあ、これはでも半分期待ですね。はい。で、まあ、ただね、やっぱりどっかやってくると思いますよ。中南米の、まあ、パラグアイがなんとかって言ってましたけど、うん。あの、自分はエルサルバドルだけで、今回のその法定通貨化の国家が、こう、うん、ガチでゴリゴリやっていくみたいな流れは止まらないと思ってるんで、どっかで、まあ、失敗するところも出てくると思いますけど、追随してくる国は今年中に出てくると思っていて、それが結構やっぱ大きな流れになるだろうなと思ってます。で、あるとはですね、イーサリアムはやっぱずっとデファイとか、今年の前半は NFT とかで結構ね、バズって、多分これからは DAO だとかって言って、そういう新しいトレンド作るのうまいんで、そこで多分まあ盛り上げるんだろうなとは思ってます。だからビットコインが上がれば、イーサリアムとかもまあもちろん上がるし、と思うんですけど、ただ、どちらかというと後半は、もしビットコインが上がるんだったら、ポルカドットとかソラナとか、まあ、今まで BSC がやってたようなポジションを、なんかバイナンスが最近いろいろネガティブなニュース続いてるじゃないですか。規制の話だったりとか。ちょっとなんか勢い抜けてきてるなって感じなんで、今まで BSC がやったところを、ポルカドットかソラナがなんか同じようなことを言い始めて、そっちにお金集まるっていうのをちょっと、で、そっちがイーサをアウトパフォームするっていうのを考えてます。自分は。はい。で、あとはセカンドレイヤー系ですね。まあ、これもなんか半分くらい、まあ、ポリゴンとかもそうなんですけど、ただのハイプレしかないなとは思うんですけど、まあ、盛り上がるとこ結構出てくるだろうなと思ってるんで、今セカンドレイヤー系と、BSC 2.0 的なやつですね。ポジションとしては。BSC、ポルカドットとかソラナとかが結構後半注目集めるんじゃないのかなっていう感じで見てますね。はい。で、まあ、だからビットコインはオールタイムハイを更新して、アルトコインはそういう、それらの銘柄とかが盛り上がるんじゃないかって感じで、最終的にはまあみんなこう一気にガーって死ぬタイミングが来るという予想です。はい。何か質問とかコメント、ツッコミとかあればお願いします。コメントで、猫に小判さんって方が ICP について触れてるんですよ。ICP ありましたね、インターネットコンピューター。いいですね。ICP めちゃなんかリバウンドしてましたよね。そうなんですよ。これ僕も、もうちょっと下がったらですね、仕込むかと思ってたんですよ、これ。やってたんですか。いやー、仕込めなかった、残念。さすが、海外のハイエナと受賞するだけ。そう。これ20ドルに、はい、30ドル割って20ドルに入ってきて、もうちょっと20ドル割ってきたら、ああ、これいこうかなと思ったんですよ。いや、非常に残念ですね。ちなみにその価格帯で見てたのはあれですか、市場時価総額がそれくらいだったら適正みたいな感じなんですか。いや、あれですよ。いや、その時価総額で言ってあれ2つあって、その今現在出回ってる、その流通してる分だけの時価総額ですと、完全規格を全部のもう全部発行したとしての時価総額があって、全部発行した時の時価総額で見たら、僕は20ドルでもちょっとあんま買いたいとは思わないんですけど、今、供給されてる分だけの時価総額で見たら、うん、今20ドル割ってきたら、めちゃくちゃ美味しいかなと思ったんですよ。ああ、なるほど。そう、はい、まあ、10分の1ぐらいしか供給されてないですよね、あれ。うん、10分の1じゃない、違う。いや、わかんないです。わかんないです。3分の1ぐらい。3分の1ぐらいですね。うん。なるほど。はい。あとは、これか。まあ、同じような意見ですね。確かに草コインの動きを見てると、ふわふわしたお金がまだまだ残ってる感じはあるんですよね。なんかふわふわしてるんですよね、まだ。まあ、だから自分はそれあんまり正直好きじゃないところもあるんですけど、まあ、だからもうちょっと、もう一発、行く力が残ってるんじゃないかなって感じで、はい。考えてます。あとはトマス・トムさん。600万で2回して逃げてるってこと、すごいですね。これはなんかすごいいい逃げ方ですね。バブルは終了したと見てる。ETF 承認されたら買い戻しようって。
うん、まあ、ETF 期待してる人も結構いますね。はい。とポルカドットね、ドットのオークションもあります。そう、うん、そうなんですよ。まあ、草間が、なんかネタで違う企画で草間マキシマリストとかってちょっと言ってるんですけど、草間を結構トレードのネタにしてることが多くて、で、草間もう今下がってきちゃってるんですよ、めちゃくちゃ。で、なんでかっていうと、ドットのオークションが、ドットじゃない、草間のパラチェーンオークションが始まっても材料出ちゃったんです。めちゃくちゃ下がってきて。で、逆に言うと、はいはい、ドットはこれから材料出るんで、あ上がるタイミングはまだこれからって感じなんですよね。と思ってます。はい。まあ別にアルトコインのトレードを指導するあれではないんで、これあれですけど、個人的にはそういうふうに見てます。はい、そうですね。なんか大体同じところでね、会話のもう一人のハイエナが、会話のもう一人のハイエナが同じところで ICP 狙ってて、さすがですね。やっぱり通じるところありますね。そうですね。はい。うん、いや、やっぱインス、分かりやすいんですよ、ICP。ICP、うん、インターネットコンピューター。そう。すごそうってなるじゃないですか。ウレットさん、やっぱ草コインの話してるだけ輝きますね。俺、ちょっと、なんか、上の方にいてる、アトムもですね、今、話題にも出てなかったじゃないですか。あんま最近、下火っぽさもあって、僕、これ、逆に美味しいかなと思ってますね、アトム。まあ、アトムはなんかこう、うん、あとはなんかこう地味にちゃんと開発してる系なんで。そうなんですよ。そうそう、うん、なんか、そうですね。価格が低かったらちょっと拾ってもいいかって思う気持ちは分からなくはないです。そうそうそう。ただどこで拾うのかちょっと自分分かんない。分かんないというか。自分はちょっと、あれですけど。はい。あとは、これもよくあるコメントで、量的緩和が続く限りビットコインは注目され続けると思うということで、まあそうですね。だからやっぱり、アメリカでテーパリングがすぐには入らないだろうというところと、インフレは多分続くだろうというところで見ると、やっぱ注目続いて、もうちょっと上げるんじゃないかなってところですね、自分は。はい。以上です。キシン君、なんか他にありますか？コメント、質問。いや、僕ね、自分で言うのはあれですけど、それっぽさ出すだと思います。こういうのはそれっぽさ出すのが重要ですからね。ただこれ、後でちゃんとこれ記録してるんで、年末くらいにちゃんと言ってたことがどうなったのかっていうのは、まあ見返してみたいなと思ってます。はい。